体はベンダラタイルにナイツブリッジというタングルをストリングにしてスクエアカットのエメラルドを描きます。プリットタングルの代表格のナイツブリッジは描きやすくアレンジも多彩でビギナータングルの一つでもあります。プリットの中に様々な要素を詰め込みルネサンスタイルならではのカラーリングを楽しみながら仕上げた作品です。
最後までご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがだったでしょうか。このチャンネルではデンタングルの様々な楽しみ方を紹介しています。この動画が良いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。私の最新のデンタングル作品はインスタグラムにアップしていますので、概要欄からチェックしてみてください。チャンネル内の他の動画もご覧いただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。